アンドレアドーリア級巡洋艦は、イタリア海軍の巡洋艦の艦級。両艦とも、カイオドゥイリオ級戦艦の名を受け継いでいる。イタリア海軍では、1957から1958年度計画において、地中海で艦隊や輸送船団の艦隊防空及び対戦防御を担う巡洋艦3隻を計画した。これが本級である。 なお本級の建造は2隻で終了し、3番艦、エンリコ・ダンドロは1959から60年度計画に繰り述べた上で発展型のビットリオ・ベネトとなった。なお、アンドレア・ドーリアは1976年から78年にかけて全面的な近代化改装を行った。1979年から1980年にかけてカイオ・ドゥイリオも改装されたが、 こちらは練習艦への転用が主眼となっており、戦闘システムの更新は限定的なものとなった。基本設計は1956から57年度より建造を開始したインパビド旧駆逐艦をもとに所定の航空偽装を設置できるように艦型を拡大したものとなっている。ヘリコプター艦板は艦尾から大きく張り出して設けられた。現、装置として ジャイロフィンサルモイラー儀式のフィンスタビライザーを装備している。機関部はシフト配置となっており、ボイラー室2室と機械室2室が中間区画を挟んで前後に分離されて配されている。ボイラーはインペトオーソ級、インパビド級と同様で、フォスターホイーラー式、蒸気製浄も圧力 50kg フォース、平方センチメートル、温度摂取450度が踏襲された。 一方、機関出力は6万馬力とされた。電源としては、機械室に1 0 0 0ットのタービン紙発電機が2機ずつ配置されたほか、出力3 5 0ットのディーゼル発電機も計2機搭載された。戦術情報処理装置としては、セイドックマイナス -1 を搭載した。これは、アメリカ海軍がミサイルフリーゲートに搭載していた。 海軍戦術情報システムのイタリア版というべきものであり、同じように CP-642B 電子計算機とシ車 -4 ディスプレイを用いていた。また電子計算機に武器管制システムもインストールされていたのも、米海軍、DLG と同様である。レーダーは、インパビド Q の構成が踏襲され、対空捜索用のアン、SPS-12、 対水上捜索用の MM-SP9- 2 3次元式の AN-SPS-39 が搭載された。なお AN-SPS-39 については、1976年からの改装の際にアンドレアドーリアでは AN-SPS-52 に換装された。カイオ・ドゥイリオでも、これに準じたプレーナーレイアンテナの搭載は行われたものの、 完全な更新は実現しなかった。また1980年までに、アン、SPS-12 も MM、SPS-768 に更新された。ソナーは、インペトゥオーソキューと同系統のアン、SQS-39 が搭載された。アンドレアドリアでは、1976年からの改装の際に、アン、SQS-23 に更新された。 1970年代後半の改修の際に、電子戦装置も更新され、SPR-4 電波探知装置と SL-9、D 電波妨害装置が搭載された。防空艦としての最重要装備が、テリア艦隊防空ミサイルシステムである。イタリア海軍は、1957年から1961年に、かけて、巡洋艦、ジュゼッペ・ガリバルディをミサイル巡洋艦に改装し、 テリアミサイルの運用に着手していた。ただし同級では、アメリカ海軍のボストン級、ミサイル従順洋艦と同様に垂直方向に再装填する方式の発射機を採用していたのに、対し、本級では、ミサイル共同駆逐艦と、同系列のマーク、十時 EMLS を搭載した。また1970年代後半の改修により、両艦とも s m 一 e r の運用に、 対応し、これに伴いミサイル誘導用の下記管成レーダーを、アン・ s p g 5 5 a から 55C に更新した。近距離用の対空兵器としては、62口径 76mm 単装砲8機を搭載した。放射撃式装置としては、MM-SPG-70 下記管成レーダーを用いたナス9放射撃式装置4機を搭載する。なお、 カイオ・ドゥイリオは、練習艦として改装された際に62口径 76mm、単装砲2機と、ナマイナス9砲射撃式装置1機を撤去した。対戦戦のため、本級では、アグスタ、シコルスキーアッシュマイナス3シーキング紹介ヘリコプター3機を運用できる能力を要求された。ただし、実際にはスペースが足りず、 より小型の AB-2044 機の搭載となった。格納庫は上甲板上に設けられており、その直後の戦備甲板は316メートルのヘリコプター甲板とされた。また、海洋イ,イリオは練習艦としての改装の際に、従来の格納庫は士官候補生用の居住区と教室に転用され、その後方のヘリコプター甲板を削る形で、 ヘリコプターに気分の格納庫が新設された。ありがとうございます。